私あれだな、一田くん。うん。もう最近思うんだけどさ、やっぱこの世界腐ってるよね。俺も実はね、最近そう強く思ってるよ。あ、やっぱり？そうよね。結構怖いよね、世界ってやつは。そこなのよ。俺もさ、この腐った世界と戦うための、うん、何をすべきなのか俺はって。ずっと考え続けてるわけ、うん、でも、ババちゃん、詩人じゃん。まあね。うん、でも、9年近く書けないわけさ。うん、まあ、パンパンのものは書きたくないってのもあるんだけど。うん、でもさ、こんだけ書けないってのはさ、違うんじゃないか。詩人じゃないんじゃないか。って、ここ2年くらい思ってる。わかる。わかるな。すげえわかる。だから発想の転換も大事だよね。大事大事。と撤退するのも勇気だから。一択はどの？音楽。いや、なんだろうな。俺は音楽を愛してるんだけどね。音楽は俺に興味ないみたいなんだよね、どうやら。で、気づくのに10年くらいかかったけど。あるもん、相性って。だから今は模索中、うん、俺もう名前さ、一択やめて模索にしようかなと思って。カメ持ち模索、どう？いい。で、模索？うん、なんか文学っぽい。文学、うん、あ、あのさ、あの模索って名前もらってもいい？あの、なんか何書くか分かんないけどさ、天然っぽくていいなと思ってさ。マジで？うん。わあ、そっか。でも、ババちゃんのためならいいよ。本当に？いいよ。ありがとう、いったくん。いいよね、女の子は可愛くていい。だってさ、女の子がいるから世界に意味があるんだからさ。俺もね、うん、男ってのは女の子を守るために生きてるんじゃないかって思うんだよ。真理だね、それは。でしょ。でもさ、俺はほとんどの女の子を愛してるのに、ほとんどの女の子は俺を愛せないみたいだよ。きついね、それ。きつい。まあでもいるとは思うんだけどね、俺を待ってる女の子が。いるよ、うん、いるよ。いるんじゃない、ね、やっぱね、しないと思う、恋はね。守るべき人を見つけるってことはさ、世界との戦いの一歩なわけだからさ。出たね、結論が。さすがだね。乾杯しよっか。バイバイ。ここまででお分かりとは思いますが、この男かなりダメな男です。名前は亀持ち一択。亀持ちなんてなんだか縁起もいいし、一択なんて潔い名前ですが、縁起は全然良くない、全く潔くもない男なのです。人生でまだ何も成し遂げていない、いや何もしていないのに、鼻毛はもう白髪。マジか。ちょっと見てくださいよ、これ白ですよ、白。やっぱやべえが、もうそろそろね。あ、でも綺麗ですね、これ白、ほら。
えず死ねば。うわぁ、守りで。私の名前は徳良風子。このアパートの大家をしております。おはようございます。おはようございます。この青年、亀持ち一択以外にも住人はおりますが、詳しくはまた後ほど。ごめんなさい、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 ごめん。そして自分で言え、言わせるな。お家賃。その通り。あ、どうも。おいしい。で、どうするの？どうする？あ、いや、あの、もちろん出てく。いや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 、払う。あの、今仕事というかお金といいますか、なくて。よし、じゃあこうしような。はい、そうします。まだ何にも言ってない、甘えるな。はい、なんか面白いこと言って、何でもいいから。そしたら家賃曲げてあげる。はい、どうぞ。働きます。やっぱいい仕事はないもんだな。時給安っ。まだね。やっぱ食い物の方がいいよな。叶わぬ恋をする生き物なのであります。あ、君にはこの辺で働いてもらうことになると思うから。でさ、この市場はほぼ24時間稼働してるんだよ。夜勤もあるけどどうする？夜勤の方が時給急でお願いします。マジでやばくないこれ。あ、そう。はい、です。あ、聞こえないんだけど。お疲れ様です。あ、お疲れ。あのこの間鼻毛白い。だから何？いや、あの、よろしくします。別によろしくとかないし。そこ邪魔。
いやいいですね、花は。やっぱり綺麗な花というものは人を幸せにしますね。あの子、花ちゃんな。花ちゃんって言うんですか。花一番にぴったりっすね。可愛いだろ。いやなんでお前が照れるんだよ。ああ、でも甘いぞ。明らかにヤンキーだな。元相当悪かったんじゃないのかな、あれ。ほう、やった感じ。ちょっと暴れた、いつもより。そっか、やっちまったか。ただいま、海。ただいま。買ってきたよ、海の好きなクリームパン。はい、あ、ごめん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 、ちょっと大きかったか。こないにしてると可愛いけどな。可愛いじゃん、海はいつだって。まさし帰ってけえへんな。そのうち帰ってくんじゃない、ケロッとして。バカだからさ。まあ帰ってきたらばあちゃんの孫といえどもただじゃ置かないけど。今日学校から電話あってな、一日も早う学校に連れてきてほしいって。将来のためやって。将来っていいの、海は私がちゃんと面倒を見るから。うん、おいしい。どないなってまうんやろこの子。やめなよばあちゃん。ヘレンケラーみたいにどこかにサリバン先生がおらんのかしら。奇跡の人。あれは外国のお話だからね。どうしたのばあちゃん、足。ちょっとね。いや、あ、ばあちゃん大丈夫？それどころではなくなると思うので、今のうちになぜこんなダメ男が出来上がってしまったかをお知らせしておきましょう。これは一択の少年時代です。勝手はこんなに可愛い少年だったのにね。それでも幼いうちはうまくやれない自分が悪いのだと一択少年は思っていました。しろん、面白かったね。でもこの頃になると、うん、悪いのは自分ではなくてこの腐った世界だと思うようになってしまいました。まあよくあるパターンではあります。そして唯一の友はロック。実によくあるパターン。でもこの頃はまだ良かった。負け犬ながらも世界とは戦っていた。そしてこの頃になると世界との関係を
この男はすっかり諦めていました。かっこよく言うとまるで風のように。簡単に言うと何もせず何も考えずに漂っていました。さあもうばあちゃん一択。なんだよ。何おめえこのままでいいなんか。そんなこと言ったってさ一択。何東京さ行け。えやだよ。4万8000 R 行けっぺ東京。いやでもさばあちゃん東京さ行ってどうすんのさ俺普通は逆だ。孫が東京さ行くっていうのを止めんなんが田舎の番ちゃんだ。探へ東京で。俺やりたいこととかよ夢とかそういうの嫌いなんだよね俺。やりてえことなんかねくていい。え自分にできること探へ。なんかあっぺ目標小さくない。なんでもいい。どんげらちっぽけなことでもいい。おめえにもできることなんかあっぺ。なんかだったらここで一択。はい。一度でいいから誰かの役に立つことをしろ。それ抜けてこい。それができたら初めて生まれてきた意味がある。それ見かねばそん時は。死ね。というわけで東京へ出た一択であるわけですが、いまだにできることすら見つけられないでいる。探すことも忘れてしまっているのであります。そしてもう一人の主人公花についても紹介しておきましょう。彼女の人生は不幸との戦いの歴史でした。花は幸せな女の子でした。見た目も普通の子より明らかに可愛く、その笑顔の美少女はご近所界隈では奇跡の美少女などと言われたりしたらしいです。ところが花は泣かなかった。かわいそうな母を何とかしなくてはいけないと思ったのであります。自分がいい子でいれば大丈夫。この時の花はまだ信じていたのでありました。ところがさすがにこうなると、なんかこれは違うんじゃないか、おかしいんじゃなかろうかと花は思いました。何なのこれは、どういうこと。おおすごい300万。はい、花は思いました。おかしいだろこれ、どう考えても納得できない。このままじゃダメだ。戦うしかない。世界は私のことを忘れてやがるんだ。冗談じゃないし。革命の瞬間です。花の不幸との戦いのスタートであります。恐ろしく絵に描いたようなヤンキー誕生であります。でも花にとってそこは自分の居場所となったのです。何をやっても絶対捕まることのない花を仲間たちは奇跡の花と呼んでいました。余談です。なんだよ。あ、すいません、気ぃつけろよ。
肌は恋をしました。初めての恋、男の名前はアホのマサシ。アホだが心の底からいいやつでありました。でも圧倒的にアホでした。花、あ、見て、あんたアホだね。マサシまだ付き合ってもいないじゃん、どうすんのそれ。あ、そうか。あれ、花のためだ、死ねるし。付き合ってもいないし。ほな付き合おうぜ。おう。やがて二人は結婚。よし。そして待望の赤ちゃんが誕生。女の子でした。名前はウリ。それはそれは幸せな花でありました。だが花の試練は終わることはなかったのです。どういうこと？耳も目も口も不自由って、何それ。そんなわけないじゃん。残念なことなんですが、そうなんです。何やねんそれ。ふざけんな。それでも医者か、治ってよ、治ってよ、なんとかしてよ。かわいそうだろ海が。何それ。さらにひどいことに。ただいま。あれ、マサシいないの？なんで。ダメじゃん、海だけじゃ。ごめんの面の字が間違っているのが、花をさらに絶望的な気持ちにさせました。ただいま海。そして現在に至るのであります。あ、幸せだな、ラーメンライス。二度と来るか、バカ野郎。お前が困っても絶対助けてやんないからな。地獄に落ちろ。ああ、バカ野郎、何だ。ちょっと、あだ、うちの看板になってこそ、なんだ、直しなさいよ。部屋借りたいだか、なんだか知らないけど、あんたなんかに貸せる物件あるわけないでしょ。大体ね、あなたみたいにね、自分の人がばっかり並べたんだけどさ、人の人を全くかわいそうに、どうなの。すいません。あの、いや、彼女、その、そうだよ、分かったでしょ。この子は目が見えない、耳が聞こえない、喋れない、それが何か。いや、ヘレン・ケラーみたいですね。そう言われるのが一番腹立つんだけど。
この子はこの子だよ。なんとかみたいとか言うな。すいません、そうですよね。じゃあ住むとこ探さなきゃいけないから。帰ります。ちょっと待ってください、ふもさん。というわけでお願いします、徳田バートに何とか。部屋がいっぱいなのよね今。ああ、もう大丈夫、本当すいません。いいんで。じゃあこうしよう。はい、そうします。まだ言ってない、甘えるな。はい。学生ね。はい。君が出て行きなさい。はい。え？そうすれば問題なし。あ、いや。わかりました。そうしましょう。ちょっと何それ。いや、いいんです、大丈夫です。こんなの何とかなりますから。はい。いいね。面白い。面白くはないですよ。一階の奥に使ってない物置みたいな部屋があるでしょ。一択青年にはそれで十分でしょ。決まりだね。よかったよかった。もうかわいそうだからとかそういうのやめてほしいんだけど。続かないし、どうせそういうの。大きなお世話だね。え、この子はね、私の子供みたいなもんなの。嫌だけどね、こんなの。大家といえば親も同然、花子といえば子も同然ってね、昔はそう言ったんだ。このね、何にもない、全く何もないこの男、自分の主張みたいなものが何もない、すっからかんのデクノボみたいなこの子がさ、初めて頼み事をしてきたんだ。だからその頼みを聞かないわけにはいかないの。どうする？あなたが嫌だって言うなら、こっちは別にどうしても来てほしいわけじゃないし。あ、そんな、本当にいいの？いいんですか？決めたなら、あなたはかな子、子供も同然。気に入らないからといって突き放したりはしない。っていうことは彼女は孫ですね。そういうことじゃないんだよ。すいません。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。遅くなりました。私は鶴里花、この子は海、7歳です。そう、7歳か。学校は？海ちゃんみたいな子はどこに通ってんの？盲学校？それとも老学校？あ、いえ、学校には。そっか、ワニちゃんか。いい名前だね。でもこの子には海って何なのかわからないですから。海どころか何もわからないんです。
ここが人が住む家だっていうこともわからない。その意味もわからない。自分が触ったものに名前があることもあの子は知らない。物に名前があることも知らない。でもいつか分かる時は来るんだろ。この世界のこと、海のこともあなたのことも。はい。海よかった。あるんじゃないか。ひょっとしたら俺でも。結構可愛いし、普通だったら自分みたいに冴えない男は問題外だろうけど、いろいろ抱えてるし、優しさに飢えてる感じだし、だったら俺にも可能性あるんじゃないか。それはないから悪いけど、ない。ええ、それに私離婚したわけじゃないし。え？帰ってくるから、マサシは。マサシ？そう、絶対帰ってくる。そうですか。うん。だといいですね。いや、僕はないでしょ、どう考えても。いや、僕が女の人でも選びません。はい、絶対もう自信持って選びませんね。はい、でしょ。だな。ですよね。ここでいい。はい。ああ、引っ越し手伝いますから。じゃあ。ありがとう。というわけで、よろしく、田中職。よろしくお願いします。わかりました。私は別に関係ないし。私も基本的には反対するつもりはありませんし、大家さんがいいならそれで。そう、ただ軽く考えない方がいいと思いますよ。大学の授業で朦朧の子供についてのビデオを見たことがあります。あ、福地君はね、東大生なの。エリートなの。将来は国を背負って立つんだよね。ええ、背負います。うわ、感じ悪。え、あ、続けてください。朦朧の方は光と音が失われているんです。想像できますか。僕にはできませんね。コミュニケーションが制限され、情報も制限され、永遠に続く静かな夜が広がっているだけとでも言いますか。で、まだ何もわからない彼女に何をどうやって教えるのか。支える側も相当な根気と思いがなければとてもできることではありません。24時間目を離すこともできない。施設に預ける方もいると思います。それも無理のないことなんです。朦朧障害の方は日本に2万人ほどいると言われていますが、今の福祉行政ではほとんど何もできていないというのが現状です。なんか偉そう。え、言うだけで何もしない政治家みたい。イラつく。なんだよそれ。私そろそろ。あ、ちょっと待って、八袋さん。あ、はい。ありがとう福地くん。あれだね、今話聞いてて気づいたんだけど。はい。福地忠志くん、略して福士くんだね。は？何か楽しいね、福士くんがやるで。はい、よろしくお願いします。福士くん、やめてください。じゃあ福士くん。あ、じゃあ私もそろそろ。あ、皆さんご苦労様、よろしくね。よろしく。
よろしくお願いします。お願いします。福地君、何かとご指導お願いします。福地です。福地君はやめてください。福地君、福地です。福地君、福地だ。このダンサー、海ちゃんにとって危険だからな。そうと思うんだけど。うわ、素晴らしいですね。さすが大家さん、サンセス。何感動してんのよ。やるのあんただよ。あとはどこかあったかな。はい、ご苦労様でした。部屋も幸せだ。そんなにひどかったんですか。うん、ダメオラの部屋だったからね。あ、海、あ、海。大丈夫です。ここもあんたたちの庭だよ。自由に使っていい。庭、うん、そんなの初めて。今まで通り昼間仕事行ってください。その方がいいと思うんです。仕事した方が。でその間僕が海さんと言います。は？僕は夜のバイトします。入れ替わりで。そうしたら海さん一人じゃないし。お願いします。そうしたいんです。僕は一緒にいる間海さんにいろんなことを教えたいんです。
この世界のこと。何言ってんの。精一杯やります。やらせてください、ふみちゃんと。だからさ、ふざけないでよ。かわいそうだとか思って浮かれんな。そういうの勘弁して。どうせ最初だけなんだから、投げ出すに決まってんだから。ふみ育てんのどれだけ大変だと思ってんの。大変だもん。投げ出さないです。命をかけます。は？田舎出るときばあちゃんに言われたんです。やりたいことなんかなくていい、できることを探せって。一度でいいから、一生に一度でいいから誰かの役に立てって。ふみちゃんと花さんの役に立ちたいって思いました。だからやらせてください、お願いします。僕はこうやってちゃんと何もかも与えられてるのに、逃げてばっかりの人生です。でもふみちゃんはたくさん奪われてるのに、できないことだらけなのに、暗闇と沈黙の中で世界と戦ってる。世界を知ろうとしてる。ふみちゃんはすごいです、すごいです。ふみちゃんに負けたくないんです。だからやらせてください、お願いします。やらせてやれば、この男本当に他にすること何にもないんだから。お願いします。何も考えてなさそうな奴がいきなり真っ当なことを熱く、まっすぐに、そして下手くそな言葉で訴えると、なぜだか胸を打つものです。人によってはそれをロックと呼んだりするらしい。でもロックとは基本荒々しいもの、つまりずさんなものであり、計画性やら現実性とやらは無縁のもの。どうするのということは何も考えていないものなのです。いい加減にしろ。一緒にしようじゃねえみたいわ。すいません。ちょ、この男いつか奇跡を起こしてくれるのでしょうか。ちょ、抱きしめてアムアムしたい。夢が叶うなら命も惜しくないわ。愛しちゃいたい、愛しちゃいたい、愛しちゃいたい。Oh baby、 キモいね、しゃあないね、骨までしゃぶらせて。
東京タワーのてっぺんから三軒茶屋までジャンプするあ、世界に興味持って何が悪いんだよ。人は見かけで判断するの。大事なのはどうやってスプーンでスプーンスマイルするから。ロックだね。うん。